はい、よし、着物チャンネルです。山形市鈴川地区にあるエスポーツさんにお邪魔しました。どうやらね、話題の e スポーツっていうの、なんていうの、なかなか面白いマシンがあるっていうんでね、やってきました。東海林社長にね、お膳立てしていただいて、こっそりオープン前に動画を撮ろうということでね、今日やってきました。じゃじゃん。はい、ということでやってきました。担当の峰田さんです。はい、よろしくお願いします。基本的に僕何も分かってないので、はい、詳細を説明してもらってもいいですか。はい、AR スポーツになってまして、波動というスポーツになってますので、特徴としては男女関係なしで動けるスポーツ、あとは、スポーツの経験があるなしに関わらず動けるスポーツになってますので、皆さんで楽しんでいただけるかなと思います。素人でも大丈夫なの？はい、全然大丈夫です。じゃあ早速ちょっとレクチャーお願いしようかな。はい、今から僕やるんですけど、はい、この格好で大丈夫？大丈夫だと思います。マジで？結構汗かきます？まあどれぐらい動くかによるんですよね。はい、動き方次第だと思います。なさられたわけですね。はい。お名前を。東海林と申します。どうでした感想？感想は、たくさん体を上下に動かすので、はい、まだ慣れないんですけれども、楽しいです。なるほど。汗かきそう。着替えようかな、俺。はい、どうやらね、ちょっと暑そうなんで着替えようと思います。なんかおそらくね、冬の着物で着たのがよろしくなかった。皆さんが見せるところで着替えるというのは裸にはなりませんので、着物を着て運動するというのはですね、意外とこう難しそうに見えるんですが、昔の人は着物しか持ってなかったんで、実はね、着物を着て運動するのはなんてことないはずなんです。さあ、戦闘態勢です。合わせの着物から長襦袢に変えて一重の着物にしてみたいと思います。これでたすき掛けしていけば大丈夫じゃないかなと思うんだよな。はい、着替え完了。足 OK。 じゃあ早速行ってみます。はい、じゃあ早速お願いします。リストバンド気球で、はい、はい、首から下げて、いや意外と軽いっすね。はい、リストバンドの上にマジックテープで固定。はい、これが波動拳を出す道具らしいですね。はい、はい、そしたら、ゴーグルを帽子のようにこうかぶっていただいて、はい、あ、このままでかぶったらマジックテープ右と左にあるので、うわーすごい、だいぶ近未来になってきた。で、あとは上にもマジックテープあるので、はい、OK です。で、準備バッチリです。はい、はい、そしたらこれパラメーターになるんですけど、はい、これがこれを10ポイントで割り振っていきます。形になるんですけど、あ、なるほどなるほど。このように割り振ってもらって大丈夫です。初心者向きにはどれがどうだといいですか。初心者は2341がいい。はい、了解です。じゃあ、はい、2341でいってみたいと思います。フィールド、はい、さあ、チャージをしないと出せないので、あ、出るチャージをしっかりお願いします。はい、初めてやってみます。波動です。画面向こうに見える赤いチームの3人が私、一番左が私になっています。先ほどレクチャーを受けた通りで、波動拳を出すマシンをつけた右手をガッツポーズのようにするとパワーがチャージされて、その手を振り下ろすと波動拳が出ていきます。その波動拳を出して相手の4つのクローバーの葉っぱのようなものにぶつけていくというゲームになります。団体戦という要素が非常に強くてですね、皆さんその先ほど銃のパワーを割り振るという話がありましたが、こちらの3人の相手のチームはですね、1人が強いシールドを作ってそのシールドに隠れて技を繰り出すというチームプレーを繰り広げられてました。まあ、上級者になるとまた遊び方もいろいろあるんでしょうけど、初心者はね、非常にこう狙ったところに自分の波動を飛ばせるかどうかというのがまずは最初のポイントになるようです。一番最初ね、なかなかその仮想現実と自分が見えている波動の波動拳がですね、なかなかこうクロスオーバーしづらくて、自分がこの世界に入り込むことがちょっとね、まあそこに慣れが必要かなという感じですが、ワンゲームぐらいやるとね、だいぶこうコツをつかんできます。はい。で、そのコツをつかんできて、やってみたんですが、はい。私は全く何も貢献もできずにですね、ノックアウトされてしまったという感じです。です。初めてやってみました。とにかくまだ慣れていなくてですね、よくわからないまま終わってしまいましたので、
すいません、今一度とお願いしてですね、ちょっともう一度やってみたいと思います。さあ波動拳が出るでしょうか、やってみましょう。お願いします。ちゃんどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてさせていただきましたけど、はい、わずか2回目にしてなんとなく要領をつかめた感じでした。はい、バッチリでした。ありがとうございます。はい、ほぼほぼ菅原さん頼みな感じでございました。面白いですね。そうですね、ハマってくると、はい、だんだん慣れてきたり、使い方もこなせてくると楽しみが分かってくるかなと思います。チームで戦うんですね。そうですね。個人戦というか1対1もあるんですけど、うん、まあ、何対何でもできるのが、まあ、それも楽しみの一つかなと思います。チームレクリエーション的な感じになるかなと思って、はいはい、そうですね、させてもらって感じました、はい、仲間と会社のメンバーと、あとはまあ友達の彼女さんたちとかともみたいな感じかな。そうです ね家族でも楽しめるかなと。あ、そうね、はい、あ、すごくいいと思います、はい、このサービスを受けたかったらどうすればいいんですか。まあ、まずはエスポートの方に来ていただいて体験コースっていうのがあるので、そちらを体験していただくといいかなと思います。一般的には5月の中旬以降に。そうですね、お申し込みいただいて、はい、初めてだったんですが想像以上に楽しくできるので、ぜひ皆さん体験してみてください。はい、エスポートさんから新しい波動の動画をお届けしてみました。ありがとうございます。